青山キャンパス、ベリーホール前赤肥道羅、イースクルーンメーカーはアメリカ合衆国のメソジスト派の伝道師であり、アザブニーボリ町にあった女子小学校の設立者。1851年、ニューヨーク州アルスター軍オリーブ町で、ジェイコブとペーシェンスの娘として生まれる。当初はイリノイ州モリスにおいて公立学校の教師をしていた。しかし、 外国への伝道を志し、米国メソジスト監督協会婦人外国伝道局から1874年10月28日に日本に派遣される。彼女は女性の宣教師としては日本初である。同年、青山学院の最も古い源流であり、明治期の女子教育の開拓的学校である女子小学校を麻布本村長の岡田平蔵邸に開設し、 帰国するまで校長を務める。同校は、キリスト教批判などの影響から、旧正学校、海岸女学校と名前を変えることを強いられるが、後年に青山学院へと発展する。1879年11月3日、5年の任期を終え、アメリカへ帰国。ヘンリー・マーティン・ソーパーと結婚し、子供のデュアンが生まれる。女子小学校の後ろ身である。 海岸女学校が消失した際には、復興のための募金集めに巡行し、再建に尽力した。1934年正去。彼女の功績を記念して、現在、青山キャンパスのベリーホール前に石碑が建てられている。a b ジャン・ W. クランメル。来日メソジスト宣教師辞典。教文館。P223 年表。 青山学院女子短期大学65年史、ありがとうございます。